皆さんこんにちは。私はピーと申します。子供の時からずっとホーチミン市に住んでいます。ホーチミン市はベトナムの美味しい食べ物やお店がたくさん集まっています。今日私は皆さんにベトナム人がたくさん集まっているお店をご紹介していこうと思います。それでは皆さん VTR を見てください。今日はブンを使った料理ガンブンをご紹介して紹介いたしますですね。ベトナム人は覚えやすい名前あだ名をよくつけます。そしてこの店は2階のガンブン、ベトナム語でガンブンチェンダオと呼ばれています。1階が駐車場、2階は食事をする場所で、ベトナムでは珍しいお店だからです。ベトナムのソーサージです。ソーセージタマリンドとエビから作られたソースとチリをミックスして私は食べましたが、丼の中にソースを入れても OK です。サトウキビジュースを飲むと元気になります。妊娠している時は吐き気を抑える効果があると言われています。ベトナムでは人気のあるジュースです。これはカニですね。カニと卵をミックスしました。ちょっと辛いです。このお店の分は見た目の色が白いので、はじめはチューブの分番へかと思いましたが、食べるとカンブンでした。実は南部のカンブンは赤色をしているんです。しかしこの店のカンブンは白くてさっぱりしたカニの味をしてとても美味しかったです。皆さんぜひここで食べてみてくださいね。